コロナ禍で初めて通常開催となった唐津くんち。多くの観光客の中にいたのがオランダから来たアフラ・エイスマさん。濃いすごいね。その山、鯉ではなくタイなのですが、そんなことよりアフラさん、なぜ日本に？大学の時から陶磁器に興味があって、有田が世界的に有名な陶磁器の産地なので、昔から一回行ってみたいなと思っていました。アフラさん、有田焼を世界に広める芸術家として有田町に滞在中なんです。すごく頼もしいですね。有田焼はおよそ400年の歴史。当時のオランダは東インド会社によって世界の海を席巻、有田焼も世界へと運ばれていきました。オランダにも行ったんだ。有名なデザイナーとアーティストがまた有田焼で新しいものを作ることによって、まあ、その焼き物がまた全世界に渡っていって、新しい観点で有田焼を見てもらおう。2016年に始まった取り組みはコロナの感染拡大で一時延期に。今年3年ぶりに再開されました。早速有田町の制作スペースに行ってみると、すごいね、すごい、わーすごい、ね、どうも、こちらも有田焼き、ふわふわ。I work a lot with body shapes in my practice. I decided it here in Arita because we went to visit many kilns and also many factories. And the shape of the ball, I don't know why, but it just reminded me really much about Oppai. アフラさん、ランプを作ろうとしていましたが、ろくろで出来上がったものを見て器に変更。特徴ある形からふわふわと名付けました。大きい。 Oh my God, it's turning. 目が回っているわ。まだ回っている。 I'm stressed. But でもみんなの知識を信じているから大丈夫です。 But as always, いつもジェットコースターのようです。すごい、パーフェクト。かわいい。アフラさんの日本滞在は3ヶ月。制作の合間には日本語も勉強しています。有田の皆さんはすごくフレンドリーで、たくさん知識を持っているから、日本語を話せるようになりたいです。今、頑張って勉強しています。こんばんは。こんばんは。アフラさんは、ふわふわの他にも、ティーポットやお皿なども制作。一つ一つ拝見したいな。毎日、夜中まで絵付けの作業をしています。絵付けに集中すると無心になります。絵の具と一つになる感覚になって、そのまま手が動きます。おー、わー、わー、looking really cool. Very happy. おっぱい握られてる。そして迎えた作品発表会の日。Hello! How are you? Good! 短期間でこの量はすごいな。生命力にあふれて自由な発想で、型にとらわれないけど、やっぱりその職人さんが伝統的なものを受け継いでいる方も関わっているので、その中でも有田焼らしさも感じて、面白いバランスだなと思いました。本当にたくさん学べて素晴らしい経験ができたのは有田の皆さんのおかげなので、感謝の気持ちを伝えたいです。
自分だけの作品ではなく、有田で関わってもらった方々の作品でもあると思います。Okay, thank you. ありがとうございました。熱心に有田でやれることをフル活用して制作してくれたんだなと思います。 I'm so happy and also sad because I don't want to leave. Oh, so friendly town and yeah, really great town. But... I want to come back. 有田の人や物と出会い生まれたアフラさんの新しい有田焼、世界で輝きを増していくことになりそうです。